はい、それではこんにちは、高校物理原子分野のコンプトン効果に関してのですね説明をしていきたいと思います。コンプトン効果の試技の導出に関してもですね、導出の仕方に関しても詳しく説明をしていきたいと思います。ではやっていきたいと思います。まずですね、この物質に X 線を当てると様々な方向に波が広がる散乱現象っていうのが起こってきます。まあ、波であれば散乱前後の波長っていうのは同じなんですが、散乱 X 線の中にはですね、入射 X 線よりも波長の長いものっていうのが含まれています。で、 X 線を波動と考えるとね、入射して反射して波長が長くなりましたということをちょっと考えにくいですよね。はい、ということで X 線を波動と考えると説明がつかない現象が起きてきたわけですね。で、この現象をですね、コンプトン効果というふうに言っています。で、この20世紀初頭にですね、この現象を確認したコンプトンはX 線が光子の流れであるという仮説を立てました。で、このコンプトン効果を具体的に確認していくわけなんですが、こちらの図のようにですね、ある物質に波長ラムダメートルの X 線を照射している図になるんですが、この X 線っていうのは波長の短い電磁波の一種になります。この散乱 X 線の中にはですね、照射 X 線の波長ラムダメートルとは違う波長ラムダダッシュメートルの波が発見されました。入射波と反射波の波長は等しいはずで、 X 線を波だと考えると説明することができない現象なんですね。で、そこでコンプトンはアインシュタインの唱えた光量子仮説に基づき、 X 線も波動性と流性を合わせ持つ光子の流れであると考えたんですね。で、コンプトンはですね、光子の運動量を P、エネルギーを E、光速を C とすると、はい、P イコール C 分の E、はい、の関係式が成り立つと考えました。光子の運動量がなぜ P イコール C 分の E の形になってくるのかっていうのをですね、ちょっと説明していきましょう。例えばですね、質量 M の物体が速さ V で進んでいたらですね、運動量 P は MV と表せますよね。光子の運動量を考える場合も、光子にもし質量があれば同様に計算できるんですが、実は光子の質量っていうのはゼロなんですよね。質量がゼロなのに運動量を持つ場合ですね、光子の質量に相当するものを何か考えなくてはいけませんよね。実は後の単元で学ぶアインシュタインが考えた質量とエネルギーの等価関係が使われます。エネルギー E は質量 M、光速 C を使って E イコール MC の2乗と表すことができるんですね。つまり光子は質量がありませんか、ありませんが、エネルギーを持ち、ここから M イコール C の2乗分の E に相当するということになるんですね。で、この光子の運動量の式 P イコールMC の MP イコール MC にですね、代入すると以下のように運動量を求めることができます。 P イコール MC イコール、はい、 M の部分はこちらを、使って表すと C の2乗分の E というふうに表すことができますね。まあ、質量を持ってないのでこの、式に置き換えました。で、速度に関しては光速の C ということで、C 分の E というふうに表すことができます。さらに光子の振動数を入、波長ラムダとプランク定数を H とすると E イコール H ニュー、C イコールニューラムダ
ですね、ニューラムダの関係からですね、以下のように、式が変形できます。はい、ということでこちら光子の運動量 P は C 分の E イコールラムダ分の H というふうにですね、変形ができるわけなんですね。コンプトン効果についてもう少し法則の説明をしていきましょう。入射 X 線の波長ラムダが散乱 X 線の波長ラムダダッシュへと変化している場合、物質の中では何が起こっているんでしょうか。物質の中にはですね、電子がありましたよね。実は光子と物質の電子との衝突によって波長が変わるんですね。この衝突による波長の変化を求めるには、光子の運動量 P イコール C 分の E イコールラムダ分の H の式を使っていきます。ではですね、次の練習問題を通してですね、コンプトン効果による波長変化を式で表していきましょう。はい、ではこちらになります。では問題文読んでいきますね。静止している電子に波長ラムダの X 線光子が衝突し、電子は光子の入射方向に対して各 φ の方向に速さ v で進み、光子は入射方向に対し各 θ の方向に波長ラムダで散乱されたとする。プランク定数を h、 光速を c、 電子の質量を m とする。衝突前後のエネルギー保存の式を書けということですね。はい。E イコール H ニューイコール H かけるラムダ分の C ということで、H かけるラムダ分の C イコール H かけるラムダダッシュ分の C、足す2分の 1MV の2乗と、まあ、いうことになります。はい。まずですね、この X 線の照射により入射した光子の波長がですね、ラムダからラムダダッシュへと変化しています。まさにコンプトン効果ですよね。波長が変化する原因を電子と光子の衝突として考えていきましょう。光子と電子の持つ衝突前後のエネルギーを考えてエネルギー保存の式を立てていきましょう。まず衝突前の光子のエネルギー E は光速 C 波長ラムダを使って E イコール H ニューイコール H かけるラムダ分の C と表されます。電子は静止していたのでエネルギーはゼロということになります。次に衝突後の光子と電子のエネルギーを考えていきたいと思います。衝突後の光子のエネルギー E' に注意しましょう。波長がラムダダッシュへと変化しているので E' は H かけるラムダダッシュ分の C と表されます。電子は運動エネルギー2分の 1MV の2乗です。したがって運動前後のエネルギー保存の式はこのような形になります。はい。では、次の問題やっていきます。光子と電子の衝突においてですね、外力は働いていません。外力がないとき、運動量というのは保存されますよね。運動量は大きさと方向を持ったベクトル量になってきますので、このようにですね、図形的に物事を考えていきましょう。衝突前の光子の持つ運動量は右向きに大きさラムダ分の H です。衝突後の光子の持つ運動量は角度がシーターで大きさラムダダッシュ分の H になります。これに電子の持つ運動量 MV を足すと衝突前の運動量と一致しますね。はい。で、この上の図の三角形において、シータ、ラムダダッシュの関係式となるようにですね、
余弦定理を使うと答えになってきます。はい、そうすると MV の2乗イコールラムダ分の H の2乗足すラムダダッシュ分の H の2乗マイナス 2× ラムダ分の H×ラムダダッシュ分の H コサインシータと、まあ、いうふうに、まあ、関係式がですね、表すことができます。はい、では次の問題に移っていきましょう。はい、ラムダ分のラムダダッシュ足すラムダダッシュ分のラムダニアリーイコール2としてラムダダッシュ引くラムダを MCHC ターで表しなさいという問題ですね。まず問題文の近似式は相加相乗平均の関係からですね、考えることができます。はい、こちらですね、まあ、こちらの和っていうのは2ルートのこれかけるこれということで、イコール2、より、2ということで、まあ、この時ですねラムダダッシュニアリーイコールラムダが成立する時ですね、統合というのが成立しラムダダッシュイコール2いうふうになってくるわけですね。ラムダ分のラムダダッシュ足すラムダダッシュ分のラムダが、まあ、2という形になってくるわけですね。ではですね、この近似式を踏まえてですね、1、2の結果から V を消去してラムダダッシュいくラムダを求めましょう。まず1番ですね、1番においては H かけるラムダ分の C イコール H かけるラムダダッシュ分の C 足す2分の 1MV の2乗。はい、MV の2乗イコールラムダ分の H の2乗足すラムダダッシュ分の H の2乗引く2かけるラムダ分の H かけるラムダダッシュ分の H かけるコサインシータ、これを丸2というふうにして置いておきましょう。そうするとこの丸1よりですね MV の2乗、イコール 2HC カッコのラムダ分の1引くラムダダッシュ分の1というふうに式変形ができ、丸2にこれを代入していきますと、はい、m かける 2hc カッコのラムダ分の1引くラムダダッシュ分の1カッコ閉じイコール h の2乗カッコのラムダの2乗分の1足すラムダダッシュの2乗分の1引く2かけるラムダダッシュ分のコサインシータと、2MC カッコのラムダダッシュマイナスラムダカッコ閉じイコール H カッコのラムダ分のラムダダッシュ足すラムダダッシュ分のラムダマイナス2コサインシータカッコ閉じ、したがって、ラムダダッシュマイナスラムダイコール MC 分の H カッコの1マイナスコサインシータという形になっていきます。はい、大丈夫でしょうか。はい、ということで、まあ、この式から分かるようにですね、コサインっていうのは1以下になってきますので、ラムダダッシュ引くラムダっていうのがこれ確実にこれ正になってくるというわけになりますので、
この散乱した後の波長というのは長くなるということが、まあ、理解できますね。はい、ということで、コンプトン効果の説明はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。